皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェイ松阪です。今回からアナウンサーを務めます松田義弘です。この番組を気軽に見てもらえたらいいなと思っている最年長の新人アナウンサーです。どうぞよろしくお願いします。さて現在松阪市ではマイナンバーカードを新規申請した0歳から18歳までの方を対象に2000円分の図書カードをプレゼントしています。図書カードのプレゼント対象となる方は松阪市在住の18歳までの方でマイナポイント付与の対象外となる令和5年3月以降に初めてマイナンバーカードを新規申請された方です。マイナンバーカードやマイナポイントなどのお問い合わせはご覧の電話番号までご連絡ください。令和5年4月末時点における松阪市民の交付率は 70.5% となっています。皆様の申請をお待ちしています。それでは今回のラインナップです。小学生以下が出場するスケートボードの全国大会が松阪市総合運動公園スケートパークで開かれました。三重高校と松阪工業高校のダンス部によるダンスの講習会がクラギ文化ホールで行われました。松阪市から原田積善会に寄付金の寄贈に対する感謝状が贈呈されました。政府が制作した広報番組をご紹介します。